はい、どうも安尾と申します。よろしくお願いいたします。さて本日はですね、ウォーフレームがついに9周年を迎えましたよということで、いやー早いな、もう9周年え、来年10周年っていうお話で合ってます？じゃあ来年の話しちゃってんじゃん、もうすでにしかも今回はね、その9周年に合わせてこちらガルダプライムも追加で実装されました。なので今回はね、9周年イベント、そしてガルダプライムアクセスをねご紹介していこうかなと思います。さて昨日ね、ガルダっていうフレームはアビリティのテコ入れが入ったんですけれども、ステータスの違いとしてはまずエネルギーが増えましたね。あと走行値が増えたといった形で、ダッシュ速度とかヘルスとかシールドとかは特に変わりはないかなといったステータスになっております。単純にエネルギーが増えたのは嬉しいところだね。やっぱ天井が増えるっていうところで、3番でねガンガン回復していくフレームなので、エネルギーをなので天井が増えたのはだいぶ立ち回りしやすくなったのかなというところなんですが、走行値が100も上がってるんですよね。300から400まで変化してるみたいなんですけれども、ちなみに追加曲線はどんな感じになってるんですか？っていうことは、この R のやつが増えたっていう形ですかね。なので追加曲線1個だけか今回。フォーマの節約にはそこまでなってないな。武器の方はね、ナガンタカプライムとアークウィング武器のカーバスだったっけ、ショットガンのやつ、こちらが追加されてる。そっか、グラビマグつけなきゃいけないのかとりあえずつけておきましょうか。でこれ地上の方と宇宙の方だと多分ステータス違うと思うんだけど、あれおかしいな、地上も宇宙も変化なしだな。あれここで確認できたはずなんだけどな、違いは。え、じゃあ普通のノーマルの方のカーバスだったら、腐食爆発衝撃で、地上の方だったら腐食、あーやっぱ違い出るはずなんだけどな。あれおかしいなまだ実装されてない。地上アークウィングガンの枠でショットガンが強化されたのはマジででかいところだね。このね、宇宙の方で使うカーバスっていうのはあんまり強くないんだよね。弾速とかもあってね、しかもフォールオフもかなりきついところであんまり強くないんだけど、地上で使う場合はねそういうわけじゃなくて、ショットガン枠っていうところが本当にでかいところで、まずね基本的にカーバスプライムっていうか、カーバスっていう武器はまあプロフィット低下に対してかなり強くね立ち回れるっていうのもあるし、あとショットガンっていうところで DPS 耐性持っている敵、例えばアコライトとかクバリッチとか、ああいうほんとめんどくさい敵とかに対して立ち回れるっていうのはでかいところだね。例えばねプライマリー武器とかセカンダリー武器の方で、間違ってホールド武器持ってきちゃったみたいなホールド武器じゃなくてもエピタフとかね、セカンダリーとか、そんなに削りにくいような武器に対してこのショットガンっていうところが強化されたので、さっと出してね、さっくりとアコライトに対して立ち回れるっていうのがでかいところですかね。あとマルチプレイとかやってると分かると思うんだけど、みんなでアコライト囲んじゃって、ボコスコに殴って結局 DPS 耐性めちゃくちゃついちゃってなかなか削れないっていう時とかに対して、このカーバスプライムさっくりと出してパパッと倒せるっていうのはでかいところだね。ナガンタカプライム、これはなかなか難しいところでして、基本的に特殊効果が現状意味をなしてないっていうところなんだよね。ヘッドショットキルをした時に、リロード速度が上がりますよっていうものなんですけれども、このヘッドショットキルっていうのが直当てした時に倒さないと効果が乗らないんですよねなので継続ダメージとか、ヘッドショットした時の継続ダメージとかでは作用しないので、現状ほぼ意味をなしてないっていうところなんですよね。特に鋼とかだったらやっぱ継続ダメージで削っていくことが主流なので、正直あんま意味をなしてないっていうところで結構難しいところですかね。でも実はプライムになってから新しい特殊効果が追加されるとか、カーバスとかにも追加されてますよとか、そういう落ちない？この武器こんなエフェクトだったか？
あれなんか、ちょっと待って、これアルカプラズマになってないか。ん、あれペレット表記がないな。あれこっちのノーマルだと弾丸数って書いてるからペレット表記なんだけど、あこれ、あうん、カーバス、これショットガンじゃなくなったね。アルカプラズマ方式になったね。解散。ペレット式じゃないんだったら全部話が変わってくるわ。長ん高のビルド結構難しいな。まず基本的に切断の割合がこれ 90% あるということで、状態異常とクリティカル確率かなが上がったっていう感じの武器ですかね。大体のビルドはこういった形になりつつも、運用方法はプライマリー射撃ではなくバーストの方で運用していくのかなと。打ち切りの方ですね、パンデロみたいな形で打ち切って敵を倒していくことになるのかなと思います。どうしてもね、単発でパシパシ打ってても鋼とかだと押し切られたりするので、一気にねバーストでパシパシ打ってった方がまあいいのかなと思います。で残り2枠のところは60属性2枚プラス、残り1枠はプライムドシュレッドとかで発射速度を伸ばしつつみたいな形になってくるのかなといったところで、 IB な理由としては長ん高っていう武器は確定で衝撃が出るので、クリティカル発生時の 30% よりも衝撃 100% 出るので、こっちの方が 5% 切断が出てくれるということで IB の方がいいかなと思います。でそう思ってたんだけど、これ違うな。うん、これはビルド違う。うん、ビルドとしてはこっちの方がなんかいい気がしなくもないかな。残りの枠としてはクリティカル関係2種類の、先ほどと同じようにプライムドシュレッドで発射速度上げつつ、貫通距離を持たせて、バースト打ちの方で敵を倒していくという運用方法は変わらないんですけれども、もともとね、切断がまず 90% に対して60属性追加するので、だいたい 40% ぐらいかな、切断の割合としては。対精力な理由としては、つけた場合とつけない場合だったら確か 2.3 倍ぐらいね、切断のダメージが全然違ってくるんですよね。つまり先ほどの IB 込みで切断が10回スタックしたのと、こっちの場合だったら5回スタックした時点でこっちの方が火力出るんですよね。つまり 2.3 倍なんで、だいたい100% の状態異常を確保しつつ 40% だったらこっちの方がなんかいいんじゃないかなっていう気もしなくないですか。実験も特に何もしてないんであんまり詳しいことは言えないんですけれども、ここのビルドのポイントとして60属性2枚マックスではなく、片方の方はランク1で止めて確定で状態異常を出せるようにするっていうところですかね。実際のところ何歩ぐらい出るんだろう。13、いやこれだいぶ上振れてるな。もう一回やってみよう。これで8か。あ、つまり IB 込みの方だったら、16以上スタックさせないとこの火力には追いつけないっていうことか。うん、こっちの方がなんかいい気がするな。多分切断だけを見るんだったら、またなんかややこい武器になったな、このガルダの爪。ダメだって近接でクリティカル確率 35% の武器作っちゃダメだって。せめて 34% にとどめておかなきゃ。あっか、何のためにブラッドラッシュナーフしたのか意味わかんなくなってきた。つまりね、この 35% っていう数字はですね、これで赤クリ確定になるんですよね。マックスまでコンボ貯めたら。今まではナーフ前っていうのは 28% でこの状態で赤クリ確定まで持ってきたんですけれども、ブラッドラッシュのね、数字が下がったおかげで 35% 超えた状態の時にこの状態だったらね、赤クリ確定になるんですよね。リーパープライムとかもそうですよね。はい。なので、34% だったら確かギリギリいかなかった気がするんだよね。うん。まあ、ほとんど赤クリ出るっていうラインなんだけど。ダメだって。しかもさ、状態異常確率も上がって、で、このね、ガルダの近接、これ、切断の割合上がってないか？ん？これ 90% ないか？あれ違うな。90% じゃないな、これ。80から 85% って感じか。で、しかも草で、マジか。ガルダの爪っていうのはね、他のクロウよりも範囲が若干広いんですよね。まあ、ニカナプライムよりかはちょっと狭いかなぐらいの数字なんですけれども、
これさ、基礎ダメージとかあと赤クリ確定まで持っていけるって考えたら、これ2かなプライム超えてないか。ただクリティカル倍率が若干低いけれども、他の波の武器と比べるとクリティカルの段階が1個上がってるから、まあこの低さはうなずけるかなといった形で、でスタンスにも問題があって、このバーミニオンストームっていうのがめちゃんこ強いんですよね。あのガードコンボのくるくる回るやつ、これがね手数稼げて、さらにねこの、まあ、武器の特有の切断がいっぱい出てくれますよというのと、すごい相性がいいんですよね。なので弁化とかでこのバーミリオンストームのこのくるくる回るやつね、これで切断をガシガシと稼いでいけるので、これあれだな、めちゃんこ強い近接出来上がったな。まあただガルダにしか使えないっていうところが、なんとかバランスは取れてるのかなと。ガルダで使う場合だったらね、近接1枠減らした状態っていうところなので、うん、これクロウの武器で普通に追加してくれたらとんでもないことになってたな。うん、トップティアの仲間入りだったね。あー、いいんじゃない？アクセサリーのアーマーパッツン、特に肩めっちゃ使いやすいかもしれない。これすごいシンプルなデザインしてるんだけれども、ただね、足のパッツンは使いにくいかもしれないかな。ちょっと爪の部分が長いかな。主張激しいかも。他のフレームと合わせるとき結構難しいかもしれないね。肩みたいにこじんまりとしてたら結構使いやすい形だったんだけど、うん。肩だね、今回はかなり使いやすいと思うわ。で、この泡吹いてるところ、これカラーで変えられるのかな。あー、これカラーでもずっと黒いまんまだね。っていうことはこれ変えられないのか。あそこちょっと残念だな。これだね、デブストの時にも確認してたんだけど、エフェクトめっちゃ綺麗なんだよね。あ、しかも羽だけじゃなくて背中からも角が一応生えてるんだね。エフェクトめっちゃ綺麗じゃないこれ。ちょっとカラー変えてみようか。おーおーおー、あ、青系統めっちゃ綺麗だな、これ。この色。あ、このカラーめっちゃ綺麗なんだけど。やっぱ明るい色にしたらいい感じに映えるね。うん。ピンクとかどう？実はいいんじゃないの？ちょっとピンクは微妙だな。白とか？なんか色つけた方がいいね、これだったら。黄色のめっちゃ明るい色。なんか青がいいな。青系統がすごい綺麗に見える気がするわ。じゃあ黒とか実はいい感じになるんじゃないの。あー、全然違った雰囲気になるね、黒にしたら。あ、このエヘメラ人気出るわ。なんかカラー次第で結構色々とできそう。あ、濃い青とかにしても全然違うね。さて9周年イベントの方なんですけれども、今年はデックスのウィスプスキンが配られました。メールの方で配られてるんですけれども、ちょっと待って、ウィスプのヘルメットでこんなのあったんだ。あ、これいいじゃん普通に。9周年からいきなり外れちゃったけど、9周年の方のヘルメットがこちらですね。本体のスキンがこれか。いや違うな、これもかっこいいな普通に。あれ、これかあ、これだ。あ、いいね、普通にかっこいいね。天の源の方にもいくつかこれとか、さっき見たけどかっこよかったんだけど、このデックスシリーズも普通にね、表示されないぞ。うん、これとかもかっこいいんだけど、これはじゃあ、裏地のところまで作り込んでね、かっこいいね。うん、これもなかなかいいスキンですね。こちら、ロータスの贈り物アラートが来ておりまして、毎週内容が変わっていきますよというものなんですが、報酬の方でね、デックスシリーズとか過去に配られたものが、報酬としてあります。でね、なんか報酬のところでちょっと分かりづらかったんだけど、なんか今週デックスシワリスとこのシャンダナと、あと武器のスロットみたいな、この2つクリアしたら出てくるのかな。それともこのデックスシワリスもらった時にスロットっていう感じなのかな。ちょっと分かんないんで一回やってみます。なんかね、いつの時だったかな、一昨年とかなんかそんぐらいの時、武器のスロットがもらえなかった時があったんだよね。よし、デックス縛りすもらいました。これさ、ファウンドリの方に追加されてるとか、そういうオチじゃないよね。ファウンドリの方にないのであれば、直接入っ
あ、これ入ってるね、直接もらえてるね。つまり武器スロット実質1個分か。あ、それね、武器スロットって書かれてたのかな。まあ、一応シャンダナの方もやっとこうかな。よし、シャンダナの方も、ミッションクリアしておきました。新しい、アラートは来ておりませんね。あ、つまり武器スロットって書かれてたのはこのデックス縛りす分なんだね。勘違いしてたわ。なんかアラートの方で武器スロットがくれるのかなと思ってた。はい、ということで以上、安尾でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。